はい、皆さんおはようございます。チャレさんです。はい、今日はモンキーです。はい、モンキーなんですけども、はい、今現在日曜日の時刻が8時37分、外気温2度というところで、今モンキーのエンジンを暖気しておりますが、昨日ね、Amazon に届いてレビュー動画を作った、開封レビュー動画を作ったこのベネツグローブ、こちらの方をですね、今から装着してみたいと思います。このようにバッテリーはフル充電しました。そしてバッテリーの電源を挿します。電源というかコードを挿します。これね、使ってない時抜いてないとね、ダメ、なくなるの早いんだって。だからもうこうやってコード出しっぱなしにしときます。まず右手からよいしょ、そして左手から、これ邪魔になるけどまあいいよね、もう今日はレビューだからね。左手から、はい、入れました。ここにバッテリーがあるんですが、手首は邪魔にはならない。はい、ちょっと上着が今日ね、ワークマンの上着着てるから手首がスッとここにきれいに入らないけど、まあいいや。はい、そしてスイッチ長押し、はい、赤いのが点灯しました。こっちも長押し、はい、着きました。3秒で温まるっていう話なんですが、おお、あったけー、温まってきた、おお、すごいぞ。はい、外気温2度ですけど、はい、かなり普通なら寒いはずですが、うん、いけそうです。そういう感じでちょっとスタートしてみたいと思います。はい、今ね、走り始めて、5分ほど経ったところなんですけど、なんていうかな、寒くはない、全然指先が、冷たい感覚なくなるっていう感じはない。だいたい冬のツーリングの場合、10度ぐらいあると、もう全然冬の服装だと、冬装備だと、普通になんとか乗れるんですよ。で、5度から10度ぐらいの気温だと、まあちょっと寒いけど頑張れるよねっていう感じで、で5度以下、いわゆる0度から5度の間ぐらいになると、さすがにね、服もだし、服もそうなんだけど、まず何よりも手の指先がね、冬のツーリングって指先がもう耐えられんくなるんですよ。うん、で今今日2度って出てたじゃん、さっき、2度で走ってるっていう感じではない。うん、それで、うん、全然あったかい、ほんのりあったかい。うん、どれぐらいのあったかさかっていうと、なんていうかな、寒い時に、めっちゃ寒い時にポケットに、ズボンのポケットとかに手を入れたら、体温でほんのり手が温まってくるじゃないですか。あの状態がずっと続いてると思ったらいいかな。うん、でこうやってやっぱ止まってる時はすごく温度が上がる、風が立ってない、そしてこう握ってる方が、面がよくピタッとつくからかね、あったかい。うん、今最強にしてるけれどね。でだから走ってる時、こういう風にレバーに手をかけてるよりも、こうグーにしてグリップをしてる方が、うん、あったかい、面がよく当たるからあったかい。うん、そんな感じがします。はい、でこれ多分、8度とか10度ぐらいになると電熱切ってもこのグローブだけで十分あったかいような気がします。はい、ウィンターグローブとしてね、普通の。うん、だから、朝のスタート時とかにはちょうどいいかなという感じはします。あと、まあここ今わざと出してるけど、中に入れた方が本当はいいよね、風でブラブラしないしね。今はね、抜いたり刺したりしようと思ってたから、出したままにしてるんですけど、ここのバッテリーの中に入ります。はい、そして、グローブ自体の操作感ですけど、それについては、何の問題もないです。はい、僕手が小さいので M 選びましたけど、 M で全然 OK です。で、指余ってないし、足りないってこともないし、はい、全然 OK です。フィット感がむしろあってちょうどよかったです。
まあこれでも普通の男性の場合は M だと小さいかな、入らないと思うな。 L がいいと思うけど、 L が品切れだったからね、 XL しか次のサイズなかったけど、中が XL とかだと多分、どうかな、こう隙間が空いてるとこうやってここら辺が浮いてるとそこはあったかくないので、やっぱ面が接してる方があったかいので、そうだね、ブカブカだとあんまりあったかくないかもしれないね。そしてまだ5分ぐらいだけど、この裏手のひら側はあったかくならないので、ここのハンドルグリップが冷たいとじわじわと中は冷たいから、ギューッと握ってると辛いよね。だからこの、バックスキンの革のところ、スウェードのところかをこう当てて、軽く当ててるぐらいのハンドル感覚の方がいいかもしれない。でも当たるのはこっちの面だからね、これだったら全然大丈夫ですよ。ちょっとね、でっていうか一番ライトなやつにしよう。これね、一番長持ちするやつ。あ、もうね、数秒でわかる、温度がスーッと下がったのが。うん、あの一番温度の高い赤の時は手がポッポポッポ温まったのが、今ね一番低いのにするとね、温度下がった、わかる。で今走り始めて手に、風当たってるじゃないですか。で普通ならこれでこの気温2度ぐらいになると指先がだんだん冷たくなってくるんだけど、痛くなってくるじゃないですか、長時間さ。そこで言うと冷たくはならないし、あったかくてこたつに手を突っ込んでるようなあったかさがこの一番今日のした時はあったけど、そこまではないけど、ほのかにあったかい。うん、こうやって止まってる時にこうやって握って、この面がしっかり当たってるとほのかにあったかいで、操作性は全然悪くない。初期の馴染みがないグローブの割にはよく動く。電熱とかが入ってる感じがない、カーボンナノなんたらっていうあのシステム、すごいね。うん、どっかの指が冷たいとかそれもないです。ただこの一番最弱にすると、なんだろうな、あの電熱の恩恵受けてますっていう感じではないかな、ほんのりあったかいから。でもこれにすると長時間持つので、昼間とかはこれでいいんじゃない。朝はその一番最強のやつとかにしてあったかくして出かけて、家から出るわけだから、その温度差っていうのにかなりやっぱやられるじゃん。だからそれ最強にしてあったかくして出るのがいいけど、もうあとはその最弱でもちょっと気温が上がればそれでいいんじゃない。で山の方とか気温が低いところ行くとまた温度上げるとかね。5時間ぐらい持つっていうから、今日帰りまでどれぐらい持つか分かんないんだけど、とりあえずフル充電してきたので試してみたいと思います。どうなるのかな。でこの光が消えるのかな、この分かんないけど、指先をこうやって立ててるとこの先の方までは電熱ないのかな。先は少し冷たい感じがする。でも指をこう曲げると指の背っていうのはあったかいよ。うん、だからちょっと曲げてる、こう普通にグリップしてる方が寒くないかな。ついこうやってレバーに指かけてる癖があるけどね、それよりもこうやってる方があったかいかな。でグリップヒーターと併用するとさ、両方手のひら側も手の甲側もあったかいからいいと思うんだけど、まあこれであればグリップヒーターいらないかな。で、うん、で昨日5時間以上は充電してるけど、どれぐらい持つかっていう話だよね。だから朝の通勤なんてさ、5分10分じゃないけど10分程度しか乗らないので、普段これ使うとしたら、週末どっかバイクで出かけるときは
あのフル充電をして出かけて帰って次の日月曜日から金曜日までの通勤用は1回日曜日の夜捨ておくと1週間もう充電しなくてもいいよっていうぐらいで使えるんじゃないかな。ちょっとこれは試してみないとわからないけどね。そうすると充電を毎日するっていう煩わしさはないよね、うん、と思います。で今最弱で走ってますけど、うん、あのあったかいっていう感じよりほのかなんで、ほのかにあったかみを感じる、誰かと手をつないでる程度これでなんかそういう変な妄想するには、いいかもしれませんが、はい、寒い時に手をお母さんに包んでもらってる程度だと思ってください。最弱だって風を浴びてると、はい。それより少しあったかいかそんな感じですね。でも寒くて指先痛くなるよりかは全然マシなので、これでいいんじゃないと。あ、これぐらいならもう最弱でもいいかな。ちょっとね、じゃあ変えてみよう。最弱から2番目の緑にしてみます。少しあったかいはず。この辺は多分ね、最強と最弱以外わかんねえ気がする、その区別。あー、ちょっとあったかい、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 あったかい。緑にすると少しさっきよりほのかにあったかい。はい、っていう感じでね、今ね、もう最強に戻すまでもなく、これで十分僕はあったかいので、2度ぐらいの気温でも、はい。まあ実際もうちょっと上がってるかな、2度まではないと思うな。もう少しあのこの感覚でいうと2度よりもある。でも5度はないと思うな、うん、5度ぐらいか、うん、で今走ってると思うんですけど、全然これで、はい、僕は問題なく、このグローブで走れます、はい、今までから見ると天国です、はい。いや、これ本当冬のツーリングが楽しくなるね、うん。いや、あんまりこれに味しめるとさ、電熱ベストとか欲しくなってくるからやばいよね、うん。いや、全身リチウムイオンになっちゃうよ本当に。今ポケットにもさ、モバイルバッテリーつ忍ばせてるわけですよ、このゴークロ用の内ポケットに、ジャケットの、はい、っていう感じで、電熱グローブのレビューになります。はい、安心安定の太一さん、 RS 太一さんとか、小峰のものではありませんが、なんて呼ぶのか知らない、サボーヒーテックってみたいな感じ、ヒートグローブみたいな感じの名前になってましたけど、全然これで、問題なく、使えることが、判明しました。という感じで今日の動画はここまでにしたいと思います。はい、皆さんまた、次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。あ、両方切れた、悲しいお知らせです、スイッチを入れて、1分2分すると、グローブの電熱グローブのスイッチが切れました、あれ最初は右側が切れたんで、あれ壊れたかなって思いまして、メンバーがガソリンをついている間に、電熱グローブのバッテリーを左右ちょっととりあえず入れ替えてみようということで入れ替えました。そしたら、左右ともに、わずかな時間で電源が落ちてしまいました。ということはもう電池切れということです。時刻は現在1時半、朝、8時半ぐらいから使ってまして、お昼11時頃までだから2時間半3時間ぐらいでなくなってしまいました電池。じゃじゃーん